一宮市立中央図書館の前身となった図書館である。1966年4月6日に開館し、2012年9月30日に閉館した。2015年4月1日には建物が一宮市博物館、豊島記念資料館としてリニューアルオープンした。 官名の由来となった四代目豊島藩71952年から1966年まで使用した大宮町時代の建物は環境面に問題があったため市宮市は図書館創立50周年記念事業として新館の建設を計画。基本構想は市宮市から図書館に一任され設計には図書館側の意向が強く反映されているという。 1965年5月29日に、本町通り8丁目に新館が寄稿され、1966年3月28日に、竣工4月6日に、市宮市立豊島図書館が開館した。図書館の建設にあたって、市宮商工会議所会頭であった4代目、豊島藩七が敷地を寄付したことで、豊島の名を冠した名称となった。 新館会館に合わせて3月25日には市宮市立図書館50年史が刊行されている。利用者中心の設計が評価され、開館後には近隣自治体から視察が相次いだ。1964年10月1日には繊維図書コーナーが設置された。1970年には同じ敷地の南側に市宮市児童文化センターが開館し、 自動書や学習参考書などの資料、プラネタリウムを有する視聴覚室などが好評を博した。1980年には自動文化センターが豊島図書館別館と改編された。1988年には別館が視聴覚活動の拠点として位置づけられ、視聴覚資料の貸し出しが開始された。 1989年度の貸出者数は115,164人だったが、同年のコンピュータ導入から10年間で、ほぼ倍増し、1998年度には218,851人となった。1995年には、市宮市教育長が、市宮市立図書館長と市宮市博物館長を、兼任する異例の事態が起こった。 1998年には、市宮市内に倉庫を借りて、蔵書の保管スペースとしている。1999年時点では、約39万冊の蔵書の内開貨は、約10万冊に過ぎず、残りの約29万冊は4階建ての陛下書庫に、しまわれていた。陛下書庫の棚も逼迫しており、入りきらない蔵書は、横積みにして押し込んでいるありさまだった。 館内にはエレベーターが設置されていないため、車椅子の利用者が2階の一般所フロアに行く際には、職員が抱え上げる必要があった。駐車場不足も深刻であり、土日には、周辺道路の渋滞を引き起こすことがあった。近隣の港南市立図書館や岩倉市図書館は、市宮市民への広域利用を認めていたが、市宮市はこれらの自治体より規模が大きいにも、 かかわらず、体制不足から、広域利用を行えなかった。2005年には、旧一宮市、美西市、木曽川町の西一町が合併して、新一宮市が誕生し、人口は、合併前の約28万人から約37万人となった。同時に隣接する稲沢市が平和町と祖父江町を、編入合併しており、広域貸し出しを新稲沢市にも拡大している。 2005年4月には、経費削減の一環として、1966年から、毎月40年以上続けて463号に、達していた館法の発行を取りやめた。市宮市立図書館は、地場産業である、繊維関係の郷土資料が多いことが特徴であり、2007年時点では、豊島図書館に約4000冊、微細図書館に、 約千冊の繊維関係資料があった。2013年1月10日に、尾張市宮駅前ビルに、市宮市立中央図書館が開館することに、伴って、2012年9月30日に、豊島図書館が閉館した。2015年4月1日には、建物が、市宮市博物館、豊島記念資料館として、リニューアルオープンした。 見学したい場合は事前に予約する必要がある。本館と別館と島図書館の構造は、鉄筋コンクリート作り3階建て一部4階建て、延べ床面積は2320平方メートルであり、1階は事務室、2階は一般閲覧室、目録室、開花式閲覧室、整理副社室、3階は高校生閲覧室、研究室に充てられた。 開館当初の蔵書数は約5万4000冊であり、内開花は約6900冊だった。特色としては開花式閲覧室があること、個人研究室4室があること、閲覧室が一般と高校生に分けそれぞれ男女別であること、手荷物を入れるロッカーがあること、書庫の一部が電動式であることなどが挙げられる。 閲覧室を男女別とするのは1966年当時としても時代錯誤的だったが、不純異性交友の場となることを避けるための措置だった。児童室を設けていないことも特徴であり、児童向けの図書は学校図書館に委ねていた。当時としては最先端の設備だった監視カメラが4つの閲覧室それぞれに設置された。豊島株式会社の4代目。 豊島藩七社長が、館名の由来である。豊島株式会社は、市宮市に本社を置く、戦意商社であり、1964年頃に遺族が、市宮市に1億円を寄贈した。伊藤はじめ市長は寄付金全額を、図書館建設に充て、館長室には四代目、豊島藩七の共造が据えられた。遺族は、官名に、豊島の名前を入れることを誇示したが、 一宮市が遺族を説得し、結局は、官名に、都島の名が冠されている。2015年4月1日には、閉館した都島図書館を改修して、一宮市博物館、都島記念資料館が開館した。足踏み式の木製食器、大正末期に導入された、年式、昭和初期の毛織物乾燥機、脱水機など、一宮の地場産業の歴史を伝えている。 ありがとうございます。